あとあれっすね。最近の話で言うと。スポンサーさん、大きいとこ、決まりそうで、あ、これ、そう、10月ぐらいから、まあ、僕が、自分でお金も出して、みたいなやってたんで。それがあれなんだよ、その、なんか、普通に、今のまんまだったらあれだけどさ、やっぱ、プロ契約とかそういう選手を増やしたいじゃん、頑張ってくれてる選手もいるし。で、シュアももっと強くならなきゃいけないし、なんか、大学のつながりとかそういうとこでね、自然とこう、よくあるんですよ。社会人クラブ、大学科のつながりで、いい選手入ってくるみたいな。 そういうのもないから、だから自分たちで作んなきゃいけない中でドキュメントやってお金作ってなんすけど、この形で、だって今の戦力もさ、やっぱりドキュメント見てくれてる人だったら分かるけど、やっぱ2部の強いところで当たると苦しいじゃないですか。次、東京カップとかね、大変だけど。ってなると、やっぱこっから補強してとかやってかなきゃいけないから、そうだから、ね、あの <laughs>、まあね、あんまこういうのをさ、説明してるオーナーとかがいないからあれなんだけど、例えば、えー、 マドリーのオーナーが、マドリーにお金ないっす。でも、マドリー強いままで行きたいです。なんで、一旦、自分金出しますってペレスが言ったら、すげえってなるんだけど、何ですか、その図算経営はって言われて、えーっていう。図算経営じゃなくて、こっからももっとお金必要になるだけの話なんです、みたいな。ここでね、すいません、お金なくなっちゃったんで、ちょっと、あの、J 目指すのやめて、三部残留を目指しますっていう。 いうやつだからっていうのはありましたね。そう、だからちゃんとツイッターでとかコミュニティ機能で説明したんですよね。こう、シュアボは J に行くから、とあの、支援、スポンサードを集めるっていう話。なんで、シュアボが J に行く物語見たいって方は応援してくれたら嬉しいですね。おシュアボさん。そう、シュアボさん昨日久々の電話で話しましたね。昨日は久々の電話でいろいろ話してたね。頑張るシュアボ東京で。ありがとうございます。